JR 中野駅から北へ続く中野サンモール商店街では現在、中野区内の児童生徒が描いた絵画を展示する空中ギャラリーが開催されています。今年で25回目を迎えるこの空中ギャラリーは、中野区教育委員会の協力のもと、中野サンモール商店街振興組合によって毎年この時期に行われています。今回参加しているのは、区内の小学校3校と中学校・高校11校の合わせて14校。テーマや作品の形式は自由で、子どもたちが畳3枚分の大きさの巨大パネルに絵を描き、それを印刷したものが飾られています。こちらは区立第二中学校特別支援学級の生徒たちによる作品です。筆を使わず、生徒一人一人の手や足を筆代わりにして描き上げていて、空のように高く、山のように雄大にといった気持ちをいつまでも忘れずに持ち続けるという思いが込められているそうです。そしてこちらは区立第五中学校の美術部による作品です。 1,2 年生28人が体力作りをしながら4ヶ月かけて作り上げたものです。こだわったのは色だそうで、みんなで話し合いながら納得のいく色を見つけていったとのこと。それぞれの作品の近くの柱にはタイトルと制作した生徒たちのコメントが貼られていて、合わせて見ることでより楽しむことができるようになっています。この空中ギャラリーは来月30日まで開催されています。中野サンモール商店街にお出かけした際には、少し上を見上げて子どもたちの力作を楽しんでみてはいかがでしょうか。いやー、ちょっと素敵すぎますねこれ。いいですね、見上げたくなります。こういう商店街が本当に増えてほしいなっていうのはすごく見てて思いました。なんかこの地域の子どもたちがこう描いた絵が飾られるって、なんかすごく良くないですか。愛着湧きますね、街にもね。すごくいいと思いました。この空中ギャラリーはもともと1998年のアーケード改装する際に商店街盛り上げていこうということで始まったそうなんですけれども、畳3畳分の大きなパネルを直に吊り下げていたこともありましたし、去年からは印刷バナーになったということで、あの形なんですね。で、最初は中学校だけだったそうですが、この中学校の統廃合で参加校がちょっと減っちゃったということで、小学校それから私立の学校も参加するようになったと。どんどん増えてるみたいですよ。そうなんですね。これでもいつか本当に幼稚園生とか保育園生が描いたのとかもどんどん飾られてね、それがまたオフィスとかにねこう飾られたらすごくいい街になるんじゃないかなって。それも素敵ですね。思いますね。ぜひ今後の活動に期待したいと思います。